竜能樹は、双葉垣化竜能樹属に分類される、常緑鉱木。種商名エアロマティカは、ダンマル樹種が匂うことを表す、ラテン語に由来する。最大65メートルさらには75メートルまで、成長する、超鉱木である。竜能樹は、樹木の葉が互いに接触しないよう成長する、クラウンシャイネスと呼ばれる行動が見られる樹種の一つとして、知られる。 カールゲルトナーのサプレメンタムカーペロジキー第3巻 P49 で記載された。インドネシア、ブルネー、マレーシアこの種は、小脳の主な原料の一つであり、香や香水に使用され、金以上の価値があった時には、ボルネオへアラブの交易省が引き寄せられた。木材としての名前はカポールと呼ばれる。流脳樹の樹幹の空隙に積出される流脳は、小薬として、 中枢神経経営の刺激による着付けの効果を期待して利用される。森林伐採や油紙やなどのプランテーションへの転換などによる自生地の破壊、木材採取や抽出物のための伐採などにより個体数は減少している。流濃樹族はカールゲルトナーが流濃樹を記載した際に新設された族であり、7種すべてがボルネオに自生しており、 ボルネオ以外では確認されていない種も含まれる。流農王を除く6種は以下の通りである。分類情報及び分布情報は Plants of the World Online に従う。ありがとうございます。